お、いやこれ波っすね。あ、それ君の？わからんわ、買ったわ。俺もう一本しか持ってなかったけど。あ、そうだ、あれ新しいやつ渡します。ちょっと持ってくか、忘れんと。ある、あの新しいやつ多分あったと思う。お、今やる。あ、これ新しいですね。これ新しい紙です。ありがとうございます。いや、なんか君のやつさ、怪しくね。そっち、ちょっとそれどころじゃないんだよ。何、このライトつけなくてできるこの時間、うん、いいね。うん、贅沢だよね。サバ使う？いやいや。死ぬサバで。死ぬサバです。死ぬサバ。なんで死ぬサバっちゃう？なんかいる。ん？なんでこれ？こっちってんじゃん。ごちそうさまです。コーヒーいただいちゃいました。あ、すいません。ありがとうございます。仕掛けないプレデター。プレデターですか。マジですか。これは来そうっすね、これ。18本入る。すごいっすね、これ。これ、わかりますかね、これ。いただいちゃいました。すごい。これがプレゼンターです。ケチ仕様ですね。どこ行くんだよ。ケツから血で。あれ、出てなかったの？みんなに言われる。あ、出てなかったの？じゃあ何が出てたの？出てねえよ。あ、ケツから血出てなかった。言っといた方がいい、みんなに。なんか、よっち、ケツから血出てなかったみたいだな。どこ行くんだよ。あ、先。ちょっと先のヘチでやってる。だから感じろ。うん。あれ？嘘？マジ？仕掛けが、貴重な仕掛けが。マジかよ。なんでそんなタコ好きなの君は。逆に羨ましいんだけど俺。タコ釣りに来てる人がタコ釣れねえのにさ、なんで君そんなタコポンポン釣ってるわけ。ん？聞いてんの？なんでそんなタコ釣ってんだよ。やだよ。ちょっと針取りたいんだよ。だからやだって。だって俺のハサミ使ってタコやるってことでしょ。俺のハサミ使ってタコやるってことでしょ。針を取りたいんだよ。ちゃー。はい。一つだけ言わせてもらっていいかな。今回の企画、誰が決めたんで。
だから俺はやめようって言ったんだよ。タコ何点ですか。タコマイナス確か1点だったと思うよ。点滴だからタコマイナス1点だよ。俺もうだってマイナスからスタートする、マイナス3からスタートさすがだね。俺鬼だ来てたの当たり前に毎週に来てる。マジか。あれ相方相方よっち。釣れたの？え、ちょっと見てみる。どれだけ？お、今日ダメだね。いや、すげえ。うめうめ言ってたじゃん。そう、うちのお店さん、これ釣ってこいって言われたもん、今日。今日もあれからもらっていいのかな、これ。マジで？え、マジで欲しい。あ、ちょっと待って。まあ真ん中ら辺かな、その先。鬼何号やってんのこれ。ん、これ、うん、これ10、あ、20。20でなんでこんなになっちゃったの。俺も20だよ。下まで行ってる。下まで行ってる。でもこれ溝があって吸い込まれてるんだこれ。危険を犯して、最後の仕掛けで危険を犯して根こそぎ、根こそぎ釣っちゃべ、うん、いや、釣りたいよ。何ヶ月かかんの10匹釣る。お、お はい、ないね。じゃあすいません、いただきます。いただきちゃいました。てかマジでうまい。オールヒノキだよこれ。ヒノキっすか。いや、すごい。だから塗装しちゃったから匂わないけど、これだけだとあれだから、こうやって最初のレンガだとかいうの買ったのね。あ、だけどそう6個持ってると重くてどうしようね。1.5 キロまで測ったら1個。確かに、うん、だからこれでやろうかなと思って。これもあれですか。これはねホームセンターで作ったんですか。それも買ってきて、はい、加工して金具つけて、この金具は弱いんですよ。ああ試しにやってみて、ここを押すとこう、はい、こう握ってこう押したらダメなの。これでこう、はい、押してやると閉まる。これは適当にこう。ああ すごい。これはこれがあのなんだっけ、シリコンチューブだから高い。ああマジですか。どうぞ。お近づきの印、名前があるんですよ、うん、ウサギみたいでしょ、はい、バニーガール、ヘチコ、ヘチコって言うの、ヘチコっていうのあるよね。あのほら、マグカップのこれ、ヘチコ。あ、はいはいはい、うん、あれか、あれか取って、ヘチコ、ヘチコ。あ、なるほどなるほど。じゃあ、あれ買ってつけとかないと。商標登録取らないと。一応ウレタン塗装してあるから、ね、おお。今日は無理しですよ。水は染み込まないから、うん、で食品衛生のにでも匠ですね、うん、あれしてる。ほらスプーンだとか、はいはい、食器に使えるウレタン塗装。あ、そうなんですか。舐めても大丈夫。ええー。こんな時に舐めてみてください。もしあれがこの耳がほら緩んできたらプラスのネジで、はい、ステンレスのネジが入ってるから釣れたのが。マッチャばっかり嘘つくんじゃねえよ。嘘つくんじゃねえよ。ケース大丈夫だ。なんでそんなありもしねえこと言うんだよ。多分ね、ここ釣れないっす。移動します。